液採取チェック、献血ありがとうございました。ああ、目覚めたか。おはようサム。バイタルの数値は安定しているが、ビーチ帰還後の経過はいいようだ。身勝手を承知で言うが、今はあんたが羨ましい。みんな執務室で働き詰めなんだ。大統領就任式まで日がないからな。いや、あんたは好きにしていていい。外に出るも休むも自由だ。リハビリがてら仕事に復帰して、依頼を受けても構わない。あんたがアメリのビーチに行ったあの時、時雨で破損したこのエリアの建設物や車両は可能な限り修復した。破損してしまった建設物のプライベートボックスに入っていた荷物はこの配送センターのプライベートボックスに収めてある。みんなどんなに忙しくても今まで通りサポートするよ。俺たちだけでもやっていけるところを見せないとな。じゃあ式の当日はちゃんと出席してくれよ。ああ、サム、何かやり残したことはないか。そば、サバンホームへようこそ。なあ、ボス、遅かったじゃないか。君に会いたかった。考えてることはわかるよ。それはラックガーガジュ、それともあえて浮かれてるのか。両方だよ。実はな、ラッコはイタチ科だ。うちの家族にもずるい人が、いや、過ぎたことがいい。そうだ、スイダ。ラッコは陸がなくても生きていけるって知ってた。食事、睡眠、出産、子育て、全部水の中だ。水中でできないのは溺れることだけ。だって泳ぐのがうまいからね。いいね。はあ、いいだろう。わあ、こいつと同じくらい笑うんだね。よし、このラッコフードをあげるよ。きっと役に立つ。いやー、気にしないで。もうイタチあるから。どう？もうイタチ、もう一つ、もう一つ、な？笑ってくれよ！君は12年ぶりの観客なんだ！
そのラッコフードはコスプレイヤーの私のパートナーが特別に作ったんだ。彼女は天才だ。トリプルステッチにほぼシルク入り、本当にすごい。これをかぶれば急な川の流れももう怖くない。怖いのはセクシーなことだけ。わーお、わーお。おやおや、おやおやおや。笑わないのか。行けよ、遠慮すんな、行け。ラッコは川が好きなんだろ。行けばわかるさ。サムポーターブリッジ。よし。いけるぞ。腹に力を入れろ。